はようってもう夕方だぜ。こんにちはだろ。でも今日圭一くんにする最初の挨拶だから、やっぱりおはようがいいな。いいな。わかった。じゃあおはようでいい。おはよう、レナ。やっほー、ケイちゃん。昨日は申し訳なかったね。黙って帰っちゃってさ。ああ、それを言うなら俺の方が悪かった。ミオをずっと待たせっぱなしでごめんな。昨日のお祭りの準備のことかな。どうだった、ケイチ君。しっかりとお仕事してた？頑張ってたよ。へばってたけどね。サドコとリカちゃんは？祭り会場で合流か？うん。リカちゃんはほら、大切なお勤めがあるから昨日からずっと。サトコちゃんもそのお供だそうだから、もう二人とも神社にいるよ。よっしゃ、早速行こうぜ。ケイちゃん、お子様なんだからな。わあ、今年も立派だね。すごいね。ひなみ沢中から出てきてるんだろうな。ありゃ、君吉分家のおじいさんまで来てるじゃない。あのじいさん、去年の綿流しからずっと体調崩してたんだけど、元気になったみたいだね。あ、さとこちゃんだ。おーい。あら、皆さんでございますの。こんにちはですわ。よう、さとこ。今日はすごい人出だよな。はぐれて迷子になるなよ。誰が迷子になるんですの？あれ、リカちゃんは？まだ自由時間でしょ？リカは村長さんたちと挨拶してましたですわ。すぐに来るでございますわよ。大変なのですよ。こんにちはなのです。はぁ、リカちゃん、おもち、おもち帰り。どう、丈とか長すぎない？バッチャからもしも袖がかかるようならって安全ピンを預かってきてるんだけど。
丈夫なのです。実に快適なのですよ。いいね、いいよね、これかいいよね。はうケイチ君は可愛いと思わないかな。かな、思わないならメガドになっちゃうからお持ち帰り。すごく可愛いと思うぞ。かなり活かす。父兄のふりをして写真を撮りまくりたいくらいだ。2点から撮影して立体視できるようにすれば、立体のナマリカちゃんが自宅でいつでも食べ、もとい眺め放題。あいつらに近寄ると大変ですわよ。地下室とかに閉じ込められるかもしれないのです。その割にはリカちゃん楽しそうだけど。ミーがひどいことを言うのですよ。じゃ、もたもたしないで祭りを回るかね。リカちゃんの出番までそう時間がないでしょ。そうだな、よっしゃ行こうぜみんな。あー、よー、その先のお嬢ちゃんじゃねえの。食ってきな、豚肉たっぷりの焼きそばだぜよ。今年はイカリングまで入ってる。ゆむはよ。へい、おやじ。今年の焼きそばもなかなか力作じゃないの。イカまで入れるとは、今年は奮発してるね。へえ、おいしいね、おいしいね。ああ、イカってのは食ってもうまいが、それ以上に匂いが香ばしいんだよな。軟弱になりがちな歯ごたえも実に見事に補ってる。イカと豚肉のボリューム感は実に素晴らしい。うん、悪くない出来だ。へえ、ケイちゃんって何気に料理番組の司会とかに向いてるね。食べてるとなんだかいつもよりもずっと美味しそうに感じるもんね。俺はうまいものはうまいっていう主義なんだよ。だから俺がうまいっていうものはとりあえず試してみる価値があると思うぞ。ではケイチ、この焼きそばの評価を改めてどうぞなのですよ。一言で言うとだ、胃袋がもう一つあるんだな。迷わずもう一つ買ってるな。おお、すごいよ。ケイちゃんがあんまりにも美味しそうに言うもんだから集客効果バッチリだわ。やるね。では私も挑戦してみましたよ。おじさん、おじさん、たこ焼き一つくださいますこと。どうかな、さとこちゃん、おいしい評価が出るならメナも買うよ。料理評論家の北条さと子審査員のご感想をどうぞ。
れれ、レナのはハズレだね。僕のもハズレです。タコさんが入ってないのです。あ、私のには入ってたわ。うん、タコが入ってる分には十分うまいよ。このタコなしタコ焼きをどう美味しそうに解説すればいいんですの？こんなのはどうかな。たこ焼きなのにタコが入ってないからとってもヘルシー。タコの嫌いな人でも食べられる美味しいたこ焼き。じゃあ次は私が挑戦するよ。小麦粉やネギ、紅生姜の味などの素朴さをしっとりと味わわせてくれる自信作。タコが入ってない分だけ素材の味が程よく。リカちゃんは何かいいコメントはあるか？率直でいいぞ。これで400円も高いのです。いやなんかその私らとんでもないことをしてるような。ほら、さとこ、あんたが始めたことなんだからビシッとここで逆転させなさいよ。無理でございますわ。タコの入ってないたこ焼きなんてどう褒めればいいんですの？圭一ならきっとなんとかできますですよ。タコなしたこ焼き屋さんを助けてあげてほしいのです。笑顔でトゲのあることを言うな。まあわかった、俺がプロの技を見せてやるからよく見てろよ。このたこ焼き屋のおやじさんは本当の意味でたこ焼きが好きなんだ。いや、愛してると言っていい。あのおやじさんは本当にたこ焼きが大好きなんだ。大好きだからこそいい加減なたこ焼きを作りたくないんだ。そうだね、おやじさん。でもケイチさん、そんなにたこ焼きが大好きならどうしてタコなしたこ焼きなんか作りますの？たこ焼きに対する裏切りではございませんの？そうだな、ある意味裏切りだ。だが
これは親父さんにとっての最大限の妥協点なんだ。親父さんは今日だって本当のたこ焼きを作ってるよ。でもそれはこの中のほんの一つか二つでしかない。まあそうだね。私の食べた一つにはタコは入ってたし、タコが入ってる分にはそんなに悪い味じゃなかった。そう、それが本物のたこ焼きだ。それ以外のたこ焼きは8個入ってなきゃたこ焼きじゃないという一般人の先入観への最大限の妥協なんだ。ケイチ君の言う意味がわからないよ。どうして本物は一つで他は偽物なのかな、かな。その秘密はタコにあるんだ。親父さん、このタコ本物の明石のタコだね。近年明石のタコの水揚げは激減してとても高騰しているんだ。タコ焼きなんかにとても使えないようなとても高い値段になってしまってるんだ。ああそうよ、明石のタコはすごく高いんだよ。でも親父さんは明石のタコにこだわったんだ。安物のいい加減なタコを使えばいくらでもごまかせるのに。明石のじゃないのに明石というのぼりを立てて販売してるインチキタコ焼き屋はいくらでもあるのに、親父さんはごまかさなかった。嘘をつかなかった。タコは明石、この一点だけを固くなに譲らなかったんだ。親父さんはたこ焼きを愛してた。だから嘘をつけなかった。でもどうしても一点だけ強いられる妥協点があったんだ。それは何ですの？カズさ、たこ焼きってのは一船八個がポピュラーだ。いくら本物の明石のタコだからって言って400円で1個だけってわけにはいかないだろ。でも8個にしなくては買ってもらえない。だから親父さんは涙を飲んだ。本物のたこ焼きを1つ作るために残り7個に嘘をつくしかなかったんだ。みんなが何と言おうと俺はあんたの純粋さを忘れない。あんたこそは本物のたこ焼き屋なんだ。あんただけがたこ焼き屋を名乗っていいんだ。さあみんな、この本物のたこ焼き屋のたこ焼きをどうか食べてやってくれ。こんな純粋な男を大事にしなくてどうして本当のたこ焼き道が守れようか。みんなが食わないなら俺が食うぞ。見てた人たちがみんな並ぶよ。たこ焼きが美味しそうに感じたってより、ケイちゃんの味演説が面白かったからだろうね。ケイちゃんってガマの油売りとかやったらかなりウケるかもしれない。スーパーの実演販売でもやればウケそうですよ。怪しい万能包丁とか売りつける仕事に向いてそうですよね。おいおい兄ちゃんたち、うちのあんず飴も頼むよ。よし、要領はつかめただろう。今度はレナが行け。よし、頑張るよ。はう、あ
とっても美味しいんだよ。水飴の上にね、ちょこんってあんずが乗ってるの。はう、かわいいね。お持ち帰り。はう。今度はお好み焼き屋だ。さとこ、行け。焼きそばに揚げ玉入りでカリカリなのがとっても美味しいでございますわね。大きなベーコンが丸ごと敷いてあって、かじるとほらビローンって出てきて、おお、うまいうまい。それなら俺も食ってみたくなる。みんなのを聞いてから食べるといつもよりずっと美味しく感じるからなのですよ。おじさんも盛り上がってきたよ。よし、ケイちゃん、私はどれだ。よっしゃ、ミオはさらにその隣の露店へ行け。ミオンの底力を見せてみろ。あれ、でもケイチ君、お隣のお店は。いや、部活の部長たるもの、相手が何であれ逃げられないね。やってみるよ。ミオさんのお手並み拝見でございますわ。いらっしゃい。はよ、アミットは。よし、やるぞ。金魚はみんな生きがいいね。実に美味しそう。この小さいのなんかそのままボリボリと生でいけちゃうよね。ミオンさんは何を言ってるんでございますの。兄ちゃん食べてたの。去年レナからもらったのも食べちゃったの。私そんなこと言ってない。いや、でも今ミオン、お前自分で言ったぞ、実に美味しそうだって。ええ、確かに言いました。お姉って雑食ですから、口に入れば何でも食べちゃうんです。美味しいなら今度僕も試してみるのです。お姉にみんな、こんばんは。あんたどこから湧いてきたのしよう。焼きそば屋さんの時からずっとです。お姉たちは騒がしいからすぐに見つけられました。おお、あんたは関係ないでしょ。早くどっかへ消えなさいよ。もう、お姉もあまり私を邪険にしないでくださいね、ケイちゃん。私が一緒でもいいですよね。ケイチ君、鼻血出てるよ。ところてんを押したら、ニューって出てくるだろ。あれと同じだ。
これは抗いようのない現象なんだよ。へえ、そうなんですか。じゃあ力を入れたらもっと出てくるかな。ゆう。よくやったレナ。みんな不潔なんだよ。レナに殴られたのです。痛いのですよ。リカは自業自得でしたよ。友達は実に愉快です。退屈しないな。ああそう、あんたさえいなくなればもっと愉快なんだけどね。もっと一緒にいたいけど、あんまりケイちゃんを誘惑すると本当にお姉に噛みつかれちゃいそうです。だから私一時退却しますね。また来ます。じゃあね、お姉。二度と来るな。塩負けしよう。なんだか珍しいミオンさんを見た気がしますわ。だとみーちゃんなんだか可愛いね。アホなこと言ってんじゃないよ。次行くよ。次リカ、そろそろ時間みたいでございましたよ。あ、いよいよなんだね。ちょっとドキドキしてるのです。信じなって自分を。リカちゃんが流してきた汗は絶対に無駄になんかならないから。そうですわ、リカはきっとやり遂げますわ。頑張るのですよ。うん、その息だよ。応援してるぞ、リカちゃん。ファイトオンだぜ。ファイトオン。私たちも行こうよ。そうだな、応援してやろうぜ。ダメですのよ。演舞中は静かにしていないといけませんでございますわよ。なら急いで行かないと、いい場所がなくなっちゃうよ。
こりゃすごい人出だな。こっちこっち。シオン、なんだなんだ。黙ってついてきてくださいね。おいおい、どこ行くんだよ。これじゃあ、どんどん離れちゃってるぞ。シー、黙ってついてくればわかりますから。そっか、どこか高いところがあるんだな。屋根の上とか、そういうところから見下ろそうって言うんだろう。はい。なんで屋根に登んなくちゃいけないんです？だって、そうじゃなかったらどうやってリカちゃんの演舞を見るんだよ。リカちゃまの演舞なんか見たかったんですか？テイちゃん、ひょっとしてストライクゾーン、ものすごく低くありません？なんだか話が微妙に噛み合わないぞ。お前は俺をリカちゃんの演舞がよく見える場所に案内してくれるんじゃないのか？はい。誰もそんな約束してませんよ。じゃあ、お前は俺をなんでこんなところに呼び出したんだよ。
あれを見てください。ほら、なんだありゃ、まさか密会の生現場に決まってるじゃないですか。ほらほら、よく見てください。あれ、誰だかわかります？まさかシオン、これを見せたくて俺を呼んだのか？ケイちゃん、リカちゃまの演舞は毎年見られるけど、こういうのは二度とお目にかかれませんよ。俺は帰るぞ。二度とこんなのに呼ぶなよな。どなたかしら？どうも、こんばんは。お月様の綺麗ないい夜ですね。あらあら、シオンちゃんに前原くんじゃない？こんばんは。月の綺麗な夜ね。おやおや、圭一君も隅に置けないね。こんなところで二人きりかい？だとしたら僕たちとんでもないお邪魔をしちゃったかな。ってことは富武さんたちは密会してたってわけじゃないみたいですね。それはもちろん違うよ。そういうロマンスも嫌いじゃないけどね。残念だけど、あなたたちが覗き見したくなるような面白い場面じゃないのよ。期待に添えなくて申し訳ないわね。そうじゃなかったら何してるんですか？富武さん、今扉の南京錠をいじってませんでした？バレちゃしょうがないな。僕たちが倉庫破りをしてたなんて内緒だよ。内緒って、それ泥棒ってことですか？やあね、泥棒ってのは物を盗む人たちのことでしょ。別に私たちは物を持ち出そうとしているわけじゃないのよ。へえ。じゃあ何のために鍵開けなんかしてるんですか？ここ開かずの細工殿ですよね。古出家とほんの一握りの人間しか入ることが許されないっていう。ここはね、細工殿といってね、細工をしまっている倉庫なの。いえ、細工を祀っ
っている神殿と言ってもいいかもしれないわね。リカちゃんが奉納演舞で使っている祭事用のクワも今日までこの中にしまわれていたものよ。もちろん古出家の人間以外は浮上を持ち込むから立ち入り禁止の不可侵領域、聖域なの。私、雛見沢の昔語りや伝承を趣味で研究してるって言ったわよね。私の知的興味の様々な答えがこの中に詰まってるの。この中に入れるチャンスを今日までずっと待ってたんだから。富武さんに鍵開けの技術があるなんて知りませんでした。あ、よしてくれよ。僕だっていやいややってるんだよ。付き合わせてしまってごめんなさいね。でも次郎さんのおかげよ。感謝してるわ。やれやれ。でも高野さん、こういうのはこれっきりにしてくれよ。こういうところに黙って入り込むのはやっぱり気が引けるよ。やっぱり次郎さんはいい人ね。開いたよ。ありがとう。いよいよね。どう？あなたたちも共犯なんだし、せっかくだから一緒に見学しない？雛見沢の皮脂を埋める貴重な文化遺産の見物会よ。今日だけの限定会館。別に俺たち共犯ってわけじゃ。面白いと思いません？ねえ、覗いてみましょうよ。でも、これは絶対いけないことだよ。神聖な倉庫なんだろ？祭具殿って言ったっけ？ますます勝手に入っちゃまずいよ。私は一応その先の人間ですから、この中にあるものはおおよそ想像がついてます。でもそれはケイちゃんにも見てもらいたいものです。俺に見てもらいたいもの？面白くないって思ったら、ケイちゃんはすぐに出ればいいです。きっと興味を惹かれると思いますけどね。僕がここで見張っててあげるから、一緒に見てきてごらん。僕はあまり趣味じゃないけど、ケイチ君みたいな若い男の子には、結構面白いかもしれないよ。富武さんはこの中に何があるのか知ってるんですか？まあね、
高野さんにたっぷり聞かされてるからね。相方の特殊な趣味に付き合わされる殿方も大変ですね。じゃあちょっとだけな。面白くなかったらすぐ出るぞ。決まったみたいね。じゃあ行きましょうか。次郎さん、留守番をお願いね。真っ暗だね。みんな転ばないように気をつけるんだよ。ご心配ありがとう。じゃあ門番をよろしくね。ここ閉めるわよ。やれやれ。じゃあみんな、ゆっくり楽しんでおいで。大丈夫よ。予備電池も入ってるアウトドア仕様なんだから。冷えたりなんかしないわよ。ただの倉庫なのに全室があるなんて変わってるでしょ。一度に一枚ずつ扉を出入りさせることによって、細工殿の中が外に見えないようにする工夫だと考えられるわね。あ、これ、明かりのブレーカーか何かじゃないですか？ダメです！いてててて。ダメです、ケイちゃん。私たち、ここに忍び込んでるんですよ。明かりなんかつけたら、バレちゃうかもしれないじゃないですか。大丈夫よ。本当に一瞬だし。入りましょう。よいしょっと。あっ！
あれが雛見沢の守り神、お社様よ。社にあるのよりずっと立派ですね。想像してたよりたくさんの細具が収められているようね。でも残念、どれもあまり手入れがされていないわ。状態が悪いのが悔やまれるわね。あら、面白くないかしら？俺は文系でも美術系でもないんで、あんまりこういうのを見てもよく価値がわからないです。圭一君はよくわかってないみたいね。無理もないけれど。じゃあ、圭一君のために昔話でも聞かせてあげようかしら。この地方では一般的な昔話よ。図書館に行けば教育委員会推薦の本にも載ってるくらいにね。いい？じゃあ、読むわよ。昔々、ある山奥の村にね、沼があったの。その沼はね、底なしの深い深い沼でね、地の底の鬼の国につながっていたんですって。ってことは、その村は雛見沢ですね。察しがいいわね。そうよ。当時は鬼ヶ淵村って呼ばれてたけどね。鬼ヶ淵村、物騒な響きのある名前だな。イメージもあったんでしょうね。明治の頃に今の名前に改称されたって聞きました。村人たちは鬼の国、つまりは地獄のことね、鬼の国とつながるという沼をあがめながら過ごしてきたの。でもね、ある日のこと、で、
誰かが鬼を退治するわけですか？残念だけど、このお話には桃太郎みたいな正義の味方は登場しないわ。じゃあ、村を挙げて戦うわけですか？まさか。村人たちに鬼と互角に戦える力などあるわけもない。じゃあ、村を捨てて逃げるしかないですよね。それも無理ね。村人たちにとっても村は大切な郷里だったから、どんな恐ろしい鬼が攻めてきたからといって簡単に逃げ出せるはずもなかったのよ。じゃあどうするんですか？滅びるしかないじゃないですか。なるほど。つまり天からやってきたお社様が鬼たちをやっつけるわけですか？ケイちゃんは男の子ですね。すぐに腕力で解決する方に走るんですから。お社様はね、やっつけるとかそういう暴力的な神様じゃなかったの。もっと優しい、慈愛のある神様だったの。鬼たちの世界にも厳しい戒律があってね、彼らは地獄を追放された鬼たちだったんですって。村人たちも話を聞くうちに少しずつ気の毒になっていったわ。それでね、村のみんなで話し合った結果、鬼たちと一緒に住むことを決めたの。退治するとか追っ払うっていう昔話は多いけど、共存ってのは確かに珍しいですね。ですよね。鬼ってのは元来諸悪の象徴のはず、それとの共存を決めたというお話なんだから本当に変わってます。お社様はその微笑ましい交流をとても喜んでね、鬼たちが村人と分け隔てなく暮らせるよう人間の姿を与えたんですって。そして自らも地上にとどまり、末永く両者の交流を見守ることにしたんだそうよ。普通のおとぎ話ならここで終わりなんだけどね、このお話は江戸時代にだいぶ加筆されたみたいで、まだまだ続く随分と長い話になってるわ。鬼の存在は結局村に溶け込んで消えてしまったということですか？いいえ、消えたりなんかしないです。半分はしっかりと残ってたそうですよ。このお話がね、
その後に派生するたくさんの昔話、フィクションの原点になってるの。だからこのお話がある意味基礎中の基礎、ベーシックね。原点ってどういう意味ですか？村人たちは鬼の血を引いているという部分ですね。つまりこの辺りに伝わる様々な伝承や昔話は、全部その村の人たちは鬼の血を引いているというのが前提になっているんです。あら、じゃあ前原君は沼から鬼が現れて人間と交わったっていうのは本当にあった出来事だって信じてるのかしら？信じないわけじゃないんですけど。なんて説はどうでしょう。ちょっと子供じみてますかね。別におかしくないわよ。実際に漂流偉人説を唱える人もいるもの。でも実際はどうなのかは誰にもわからない。山賊化した偉人の集団だったのか、本当に地の底から来た鬼たちだったのかね。じゃあ高野さんはどっちを信じてるんですか？真相は別にして、夢のある方を信じたいわね。その方が面白いでしょう。いよいよここからよ。面白くなるのは。ん？どうした、シオン？ごめんなさい。気にしないでください。村人たちに半分鬼の血が流れてるのは話したわね。実はその血なんだけど、鬼は鬼でも人食い鬼の血なんだって言われてるの。人食い鬼ですか？急に物騒な響きになりましたね。その血は今でも村人たちには脈々と流れていてね、時折その血が眠りを覚ますと言われているわ。何ですか、鬼隠しって。平たく言えば鬼たちによる誘拐行為よ。
それじゃあ鬼と何ら変わりないじゃないですか。お社様はどうしたんです。その村にとどまって人々を見守ってるんじゃなかったでしたっけ。もちろんお社様も了承してたそうよ。だから鬼隠しは無差別ではなく、神様が決めた生贄以外には誰もさらわなかったらしいし。そうして生贄をさらってきた夜にはね、綿流しの儀式が開かれたというわ。綿流しは、確か冬の間に使った布団なんかに感謝するお祭りじゃなかったでしたっけ。けいちゃん、綿って言いません？臓物のこと。綿？そういえば言うな。魚の綿っていう。え？綿流し。そう、前原くんの想像している通りよ。今でこそ綿流しは毎年6月に行われるちょっと早い夏祭りに過ぎないけど、昔は違った。嘘だ。奉納演舞を思い出してちょうだい。リカちゃんがあそこで何をしていたか分かってくる。分からねえよ。第一、リカちゃんの演舞は最後までちゃんと見てないし。ケイちゃん、エキサイトしすぎです。リカちゃんが持っていた祭事用のクワ、もう薄々は気づいてると思うけど、あれは田畑を耕すクワではなくて、高野さんももう少し言葉を選んでほしいです。ケイちゃん、ナイブなんですから、あまりからかわないでください。
ごめんなさい。男の子だからショッキングな話は結構好きかと思って。この辺まで話を聞けば、ケイちゃんにもこの西郡殿の中にどういうものがあるのか理解できるようになってきませんか。ほら、話には聞いてたけど、すごい。まだまだあるわよ。どう？ろう人形館より面白いでしょ？Thank you.
ってね、上手にやると結構殺さずに済むものらしいの。高野さん、看護師さんですから。これで軽く一周できたかしら。ね、面白いところでしょ。これで前原君にもなんとなく信じられるようになったんじゃないかしら。雛見沢に伝えられる恐ろしい儀式の数々が。中世の暗黒時代とかがそうだったように、雛見沢にも暗黒時代があった、そういうものなんだと解釈します。本当に雛見沢でこういう恐ろしいことがあったのだとしても、それは大昔の出来事なんです。今暮らしている雛見沢の人々とは何の関係もないことです。前原君は本当に雛見沢が好きなのね。でも高野さんはその風習が実は現代にも残っているんじゃないかと思って研究をしてるんです。そうでしたよね。これ本当に内緒なんだからね。シオンちゃんは理解のある人だから話したけど、他の村人には聞かれたくないの。下手をしたら罰当たり者ってことで袋叩きにされかねないんだから。
前原くんも内緒にしてね。知られたら私、お社様のたたりに会うか、生贄にされちゃうかするかもしれない。たたりなら今年はどんな死に方をさせられちゃうのかしら。そういえば今夜よね、お社様のたたりがある夜は。本当は北海図書館で当時の新聞を探したいんだけどね。ほら、ここ。これは実際にあったお話よ。明治の終わり頃にね、鬼ヶ淵村で身元不明の惨殺死体が発見されたんですって。当時の警察の資料がほとんど残ってないそうだから、口伝と記憶によるものだけなんだけどね。ほら、これ不鮮明だけど明治の頃の新聞の切り抜きみたい。どういう状況かわかるかしら。その薄気味悪い事件が何だって言うんですか。筆者はね、鬼ヶ淵村の恐ろしい習慣は明治以降の近代、ひょっとすると昭和初期くらいまでは残ってたんじゃないかって結んでるわ。でも本当にあったとしたって昔のことですよね。明治なんて言ったらそれこそ100年くらい前の。
たったよ。たった100年前のことよ。それにね、昭和に入ってからだってあるんだから。終戦直後に騒ぎになった缶詰疑惑。あ、ごめんなさい。この話はタブーだったわよね。え？今、高野さん、なんて言いました？缶詰疑惑って。驚かせちゃったかな。あら、次郎さんも見たくて我慢できなくなったかしら。僕は遠慮させてもらうよ。生来ね、こういうのは苦手なんだ。それより演舞とセレモニーが終わって、みんな沢の方に降りていったよ。あと何分もしないうちにお祭りは終わっちゃう。あら、いけない。前原くんがあまりにも聞き上手だから、またお話三昧になっちゃったわ。次郎さんは表で待っててくれるかしら。私はちょっと写真を撮るわね。本当はいくつか道具を持って帰りたいんだけど、それはさすがに無理そうだからね。ん？ケイチ君も出るかい？もう十分に見ましたので。シオン、もういいだろう。出ようぜ。綺麗な空気が吸いたいよ。同感です。出ましょう。どうだい？面白かったかい？富武さんと一緒に留守番をしてればよかったです。シオンちゃんはどうだったかな？怖かったかい？一応心の準備があった分怖くはなかったですけど、でもやっぱり実物は迫力あります。高野さんはおとなしく見物してたかな。ほら、彼女子供っぽいところがあるだろう。宝の山を前にさぞや興奮してたんじゃないかと思ってね。見るだけならいいんだけどね、こ
っそりと何かを持ち出したり、いじくりすぎて細具を壊したりしないかが心配なんだよ。うん、やりかねないです。本当に何も壊したりしなかったかな。なんだかドタンバタンと飛び跳ねるような音がよく聞こえたからね。僕は不安で不安で。ごめんなさい、フィルムがなくなっちゃったわ。ジローさん、フィルムが余ってたら分けてくれないかしら。あ、もう予備のフィルムは切れちゃったよ。申し訳ないね。いついかなる時でもフィルムを残しておかないと決定的スクープ写真なんか撮れないわよ。仕方ないわね。高野さん、何も持ち出してないだろうね。失礼ね。そこまで子供じゃないつもりよ。よし、僕たちも沢に行こう。綿を流すところくらいやらないとお祭りに来た意味がないよ。もうこれっきりにしてくれよ。十分に知的好奇心は満たせただろう。まさか。むしろ新しい興味を惹かれるような発見ばかりよ。今日のでこれまでの仮説が一気に現実になったわ。これで今後の調べ方がだいぶ変わってくるんだから。まずったなあ。綿流しの一番いいところを撮影し損ねたよ。あら、まだ遅くないわよ。私が行って流すんだから。私を撮ってはくださらないのかしら。じゃあね、前原くん、シオンちゃんも。僕たちは今からでも沢に行ってみるよ。君たちも一緒に来るかい？まさか。お二人の邪魔なんてできません。どうぞごゆっくり。
疲れちゃいました。同感だな。俺も疲れた。ケイちゃんは綿流し初めてなんですよね。私なんか気にしないで行ってきてください。私は疲れちゃったんで、人混みはちょっとパスしておきます。お姉たちがケイちゃんのことを探してるかもしれませんから、行ってきてください。あ、そうだ、ミオンたちと別れたままそれっきりだったな。探してると悪い。お姉ってすっごく嫉妬深いんです。私がケイちゃんを独占してたことがバレるといろいろうるさいんで、今夜のことは秘密にしておいてくださいね。そういう意味だけじゃないですよ。今夜私たちがしたことを思えば、秘密にするのは当然です。今夜起こるかもしれないお社様のたたり、私たち4人が最有力候補なんですからね。じゃあ私はお姉に出くわす前に退散します。今日は本当に疲れてるから、お姉とやり合えるだけの体力はないですし。シオンってミオンと仲がいいのか悪いのかよくわからないな。仲いいですよ。俺は一人っ子だからよくわかんないな。せいぜい仲良くしろよ。はい、余計なおせっかいと受けたまわります。それじゃあ私はこの辺で。ケイちゃんも急いで行った方がいいですよ。本当に綿流しが終わっちゃいます。でも本当にあの音は何だったんでしょうね。不愉快というか、気味が悪いというか。え？何の音だって？音ですよ。ドタンバタンって。うるさかったじゃないですか。ごめん、シオン。はしょらないで最初から説明してくれないか。何がうるさかったって？ケイちゃん、あれ、気にならなかったんですか？シオン、冗談抜きで、初めから説明してくれないか。音がどうしたって？ケイちゃんこそ冗談抜きで、本当の本当に気にならなかったんですか？もう一度聞くからな。質問は俺からだ。じゃあ聞くぞ。音がしたって何のことだ？ドタンバタンって、なんだかどこか遠くの板の間で子供が跳ねてるような。本当に気にならなかったんですか？気にならないもん何も。そんな音いつ聞こえた？
俺は何も聞いてないぞ。ちょっとケイちゃん、それ本気で言ってるんですか？さっき西郷殿の中で高野さんと一緒に見て回ってる最中、高野さんが昔話を始めた頃からかな、少しずつだんだんとちょくちょくと嘘だろ？最後の最後で怖がらせるのはなしだぜ、おい。ケイちゃんこそ、怖がらせないでください。なんだか、高野さんの怖い話に合わせて音を立ててるようで、私、ずっと薄気味悪かったんですから。ケイちゃんも高野さんも全然意にも返さない風だったので、私も聞こえないふりをずっとしてましたけど。聞こえましたよね。何度かはすごく大きな音でしたから。なんだよ突然。引っかかりましたね、ケイちゃん。嘘ですよ、嘘。はあ？なんだかドタンバタンと飛び跳ねるような音がよく聞こえたからね。僕は不安で不安で。そうだね。
やっぱりお祭りはみんなと一緒でないとね。圭一は僕の演舞はちゃんと応援してくれましたですか？ああちゃんと見てたぜ。最後までちゃんと頑張ったな。ミスもなかったし。うん、そうだよリカちゃん、あんなのはミスのうちに入らないよ。ケイちゃんはやった？綿をもらって沢に流した？あれ？そうなの？圭一くん、早く行かないと終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。ごめん、初めてのお祭りだからさ、よくルールがわからなくて。そうだったね、ごめん。ねえケイちゃん。なんだよ。シオンには会わなかった？でも、うん、姿を見たような。でも、ミオンとそっくりだからな。ミオンだったのかもしれないし。そんなに間違えないでしょ？服装だって違うんだから。そうだよな。しょうがないな、シオンは。まあ、あいつのことだから放っておいても大丈夫かな。